それでは高市大臣の会見を見ます。大臣よろしくお願いします。はい、皆さんお疲れ様でございます。まず経済安全保障担当大臣として報告をいたします。昨日第6回経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度等に関する有識者会議において、中間論点整理の骨子案をまとめていただきました。でこの骨子案では目指すべきセキュリティクリアランス制度の方向性を明確に示していただきました。具体的には制度の必要性として、企業からのニーズのほか、国の情報保全制度としての必要性が明記されました。また制度の大きな方向性として、政府が保有する経済安全保障上重要な、クラシファイドインフォメーションを念頭に置くことや、主要国との間で通用する実効性のある制度を目指す、ことが示されました。さらに制度の具体的な方向性として、情報指定の範囲について、経済制裁に関する分析関連情報や経済安全保障上の規制制度の審査関連情報、サイバー分野における、脅威情報や、防御策に、かかる情報、宇宙サイバー分野等での政府レベルの国際共同開発にもつながりうる、重要技術情報を例示、いただくなどの内容となってございます。で今年の2月14日に、総理からご指示をいただきまして、2月22日には、本有識者会議を立ち上げ、6回にわたり精力的に、長時間の議論を行って、いただきました。委員の皆様には大変感謝をいたしております。同時に総理からは、今後1年程度をめどに、可能な限り速やかに検討作業を進めることとのご指示をいただいておりますので、引き続き制度設計、に向けて検討を進めてまいります。私からは以上でございます。それでは質疑に入りたいと思います。いかがでしょう。白紙の中村さんお願いします。おはようございます。白紙の中村です。AI 戦略会議について教えてください。先日の提言でですね、AI 研究開発力強化のためには従来型ではない研究開発促進策が必要だというようなことが提言されます。大臣としては現時点で、どのような強化策が考えられているのか教えてください。5月26日にまとめられた AI 戦略会議の暫定的な論点整理におきまして、特に生成 AI の技術革新のスピードの速さや予見可能性の低さを踏まえると、従来の政府による開発促進策では対応が難しい、ということが示されております。ですから例えば我が国の AI 研究において中核的な役割を果たしている3機関 NICT、産総研、理研が連携して民間企業を支援できる環境を整備するということが重要でございます。例えば NICT、すでに豊富に保有している言語関係のデータがございます。また産総研が外部機関に提供している計算資源もございます。理研における、基礎的先端的な、研究ノウハウ、もございますので、それぞれの機関の特色を組み合わせながら効果的に取り組んでいくということが期待できると思います。具体的な内容についてはまだ検討中でございますが、中身が固まり次第、明らかに、させていただきたいと思います。何かいかがでしょうか。共同通信何位お願いします。すみません、共同通信の案です。AI とですね、論点の取りまとめの件でちょっと関係なんですけれども、かなり論点が先に渡っていたかと思いまして、前提を見ての お受け止めとですね、特に関心がある部分はどこだというのがあれば教えてください。具体的には従来の AI 戦略ではカバーしきれていない、生成 AI のリスクへの対応と、また利用、そして生成 AI に関する研究開発などの、基本的事項についての論点が示されております。今後これを統合イノベーション戦略や骨太の方針など、政府の方針に反映していく予定となっております。今回ですね、論点整理をいただきました。けれども、私は特に科学技術政策の、担当大臣でございますので、
例えば新たな技術が起こす問題に対して新たな技術で対処すること、つまりAI による不適切な回答を抑制する AI の開発普及ですとか、また懸念されるリスクの具体例と対応に掲げられました機密情報の漏洩や個人情報の不適切な利用とリスク、また偽情報などが社会を不安定化、混乱させるリスク、こういったことにも政府が一丸となって取り組まなきゃいけない、しかも迅速に対応しなきゃいけないと考えております。今回いかがでしょうか。日程さんお願いします。日本テレビの佐藤です。昨日岸田翔太郎秘書官の交代が発表されました。で事実上の更迭と見られているんですけれども、大臣どのようにご覧になっているかもしれません。岸田総理のご判断で総理秘書官を交代させたということで、総理の人事権でございますので、私から特に申し上げることはございません。大臣、そろそろ次の予定でございますが、最後の質問ぐらいと思ってよろしいですか。じゃあ最後に太田さんお願いします。よろしくお願いします。すみません、産経新聞の太田です。冒頭の経済安保担当大臣としてのクリアランスのコシアンについてお伺いします。今度一応コシアンの方まとまったということですけれども、今後の有識者会議の進め方であったり、あと関連法案を来年度の通常国会提出するのも視野という報道もありますけれども、そこらの見通しについてお伺いできればと思います。今回の骨子案で制度の大きな方向性を明確に示していただきました。で今後検討を深めるべき事項もご提示をいただきました。で、これを踏まえながら政府としては具体的な制度設計を検討してまいります。で今回骨子案公表させていただきましたけれども、中間論点整理の本文、これも作成をしているということでございますので、それまた、追って発表させていただきます。で今後のスケジュールについては未定ですけれども、やはり2月に総理から今後1年程度をめどに可能な限り速やかに検討作業を進めることと、いうご指示をいただいてますので、これに従って検討してまいりたいと思っております。でももちろんここまで、有識者の皆様にもですね、熱心にご議論をいただき、で日本の企業がやはりこの海外でビジネスチャンスを失うようなことはないように、する大変必要な制度であると私は考えておりますので、当然、法制度としてですね、機能するように、法律案の提出を目指してまいりたいと思います。時期は未定でございます。それではよろしいでしょうか。はい、本日の高市大臣会議を終わります。ありがとうございました。どうもお疲れ様でございました。